でもこれから始めていきたいと思います。9月7日参加者の方でしたか。ぜひ、もうちょっと近づいていただけると、ね、週間の未週間というものがあるかなと思うので、可能でしたらよろしくお願いします。沖縄戦集結した日として今日9月7日、この日に沖縄戦を繰り返すなという行動を、ここ2、3年続けてきて、今年も行うことになりました。同じことを毎年言わなければならないと思うのですが、沖縄戦終結の日というのは、社会的には、6月23日というふうにされていて、沖縄では慰霊の日ということになっています。この日に、沖縄の人がその戦没者戦死者の慰霊を行うこと自体を批判する気はないのですが、しかしこの6月23日が、どういう日かといいますと、それは沖縄の日本軍の、守備隊の司令部が、崩壊して、そして司令官たちが腹を切った、そういう日を、その慰霊の日のというふうに定められていて、言ってしまえばもう実質的には、日本の皇軍の、天皇制メモリアルデーというような性格も帯びているのではないかという、批判点も沖縄の中にもありますし、もう一つ言うと、沖縄市では今日9月7日を平和市民の日というふうに定めていまして、この9月7日が、正式に日本軍と米軍が、戦闘終結の調印をした、そういう日ということで、やはり本当に沖縄戦の終結のメモリアルデーとすべきは、6月23日ではなくて9月7日なのではないか、そしてそういう天皇の軍隊、天皇制に、戦争の節目の日を、なんていうのかな、規定されていく、そういうのもやはりちょっと違うのではないか、というふうに考えて、私たちはこの9月7日に行動というものを行ってきました。そして、今行われている自衛隊配備、これがこの、日本近代化以降の琉球に対する日本の植民地化支配、そして沖縄戦、米軍支配、この戦中からつながる歴史の延長線上に今の自衛隊配備の問題がある、そういう問題意識で9月7日に行動を行っています。もう繰り返すまでもありませんが、沖縄戦自体は日本の、明治以降の日本の侵略政策の果てに引き起こされた、そういうふうに考えていいと思います。そして日米両軍合わせた数より民間人の死者が多い、そういう戦争戦闘でした。民間人の数がほぼ10万、日米両軍合わせて確か7、8万だったと思うのですが、そしてこれはただ単に戦争戦闘に巻き込まれた、民間人の死者は、そういう死者ではありません。ご存知の通り、日本軍が沖縄の住民を死に追いやり、集団自決に追いやり、そして、物資や食料を奪うために、殺したり、あるいは、レイプを行ったり、そのようなことがもう本当に無数にあって、その数も含めたのがその民間人の10万人の死者、そういうことは思い起こさなければならないというふうに思います。
そして、まあ、何度でも言います、沖縄戦の教訓、最大の教訓は何か。それは軍隊は住民を守らない、これは自衛隊だっても同じである。そういうことを何度でも何度でも確認さなければならない、そういうふうに思っています。あ、すいません、自己紹介を送りました。琉球港自衛隊配備反対アクションというグループ の、 私栗原と言います。よろしくお願いします。まだ昨日でしたっけ、北海道の大地震、なんかもうあれだけの地震があるともう本当に何時も経ったような気がしてしまうのですが、まあ、皆さんご存じの通り北海道であのような大きな地震がありました。もう自衛隊もすでにもう何万2万以上でしたっけ、その規模でもう災害派遣される、そういう状況に今入っています。まあ、今年は本当に災害が多くて西日本の大雨、そして先日 の、 大型台風、そして間髪入れずに今回の北海道の大地震、まあ、そういう災害があるたびに自衛隊が、災害派遣をするということが繰り返されていて、まあ、もちろん一人一人の自衛隊員のその被災地における頑張りというものが、まあ、僕自身はリスペクトしています。リスペクトしていない人はいないと思います。しかしやはり考えなければならないことはいっぱいあって、単に災害救助してくれる自衛隊ありがとう、それで済ましていいことでは全くないということはやっぱり言っていかなければならないというふうに思っています。まあ、今結構指摘されていることですが、被災地で災害救助に入っている自衛隊員が着ているのは迷彩服です。で、まあ、日本のかどこの国もそうなのか分かんないんですけど、迷彩服って非常に優れもので、例えば迷彩服着てそこの茂み立っても本当にカメレオンのように姿が隠れるんですね。で、そんな目立たない格好で人命救助なんて非常にやりにくに決まっているし、これは実は自衛官、災害救助やってる自衛官自身の皆さん自身も危険にさらしているんですよね。例えば草むらに落ちちゃうとかそういうことも起こりうるわけですし、その時に迷彩服だと見つけにくい、あるいはユンボとかブルドーザーで作業している時に迷彩服で見えづらいから自衛官の方が大きな怪我をしかねない。それなのに政府自衛隊首脳は災害救助用のユニフォームというものを絶対に用意しません。まあ、国会あたりで何か質問質疑応答があったような気がしますけど、その前で政府側が言うには予算がない、そういう言い方するわけですが、ね、オスプレイ1機が一体いくらなのっていう話で、その自衛隊員何万人分 の、 その災害救助用のユニフォームを新たに新調したってオスプレイ1機分にもなるわけがありません。で、これはこれは僕の考えですけど、単にケチってるだけではなくて、これは災害救助で自衛隊が派遣される場合もあくまで軍として出動して派遣されてしているのであって、あるいは軍があくまで災害地に行っているというアピール、そのために迷彩服でなければならない、そういう考え方の上に今の災害救助、自衛隊の災害救助活動を政府が行わしているというふうに考えていいんだと思います。そして災害救助用のユニフォームを作ってしまったら、自衛隊が災害救助部隊としてのイメージが固定化してしまう、自衛隊首脳政府としてはそれが嫌だと、という、まあ、考え方なのだと思います。でもっと考えなければならないのは、あくまで軍として災害地に派遣してされている自衛隊、これはやはり一つの治安出動として派遣されている、だから迷彩服を外すことができないというふうにも考えるべきなんだと思います。関東大震災の虐殺は誰が行ったか、まあ、それはまあよく言われる民間の自警団とともに警察、そして当時の日本軍です。大杉栄、アナキストの大杉栄を虐殺したのは陸軍でした。そして、まあ、ある意味逮捕権もない、そういう軍あるいは自警団が被災地にを制圧して、まあ、検問を行ったり封鎖したりそういうことを行うってことが、どういうことが起きるか、その上に外国人に対するなんかデマが
もうなんていうの、信憑性を帯びて出回ったりしたら一体どういうことになるか、これはもう本当に想像に難くないわけ で、関東大震災で起きたような大虐殺がまたこの21世紀の日本で引き起こされないとも限りません。あの田上俊夫のようなああいう排外主義者、軍国主義者を生み出した組織はどこの組織だったか、これを思い起こさなければなりません。自衛隊です。田上を生み出したのは航空自衛隊です。そして自衛隊には田上のような人物がもう首脳レベルで何人もいる、そういうふうにあの考えなければなりません。まあ話を戻しますと、まあ朝鮮人虐殺を引き起こした、まあ日本軍、これはあの沖縄戦で同じような虐殺を繰り返しました。それがあの今行われている、行われようとしている琉球の島々への自衛隊配備によってまたそのようなことが起きないか、もう誰にも保証はないと思います。でそしてこれに反対、不安、この自衛隊配備に不安に思ってあの反対する島の人々の思いというものはもう当然あの正当なものだと思わなければならないと思います。自衛隊が来たら必ず性暴力が起きると発言してなんかバッシングの対象になった宮古島の市議がいますが、しかしあの、まあ、連日のようにとまで言いませんが、それでももう年に、ね、5件か10件かその自衛隊による性犯罪というものは報道されているわけで、まあ、自衛隊がそんな、ね、数百規模で小さい島に閉じ込められたらやっぱり必ず性犯罪のようなことは起きると思いますよ。そしてこれを不安に、島の人々が不安に思うのは当然のことであって、これに対するバッシングなどというものはあの絶対に許すことはできません。まあ話を戻しますと、まずあの、まあ、私たちはこの、ね、いろんな今起きている災害に際して、そして自衛隊が派遣されることに際して、まあ、まず要求すべきなのは、ね、災害救助用の作業服を自衛隊員一人一人に支給しろ、まあ、そういうことがあのまず、ね、一番最初に必要なのかなというふうに思っています。まあ、その上で、ね、あの災害救助をやっている自衛隊に感謝しろ、まあ、そういうことをよく、まあ、リベラル自衛の方も言うような人多いんですが、そういうことを言うなら、じゃあ、 あの災害救助用に自衛隊を改編すればいいじゃないかと。なんで災害救助に鉄砲や武器が必要なんですか、ということは言っていかなければならないと思います。で自衛隊を災害救助隊に再編しろ、そういうこともあのやっぱり強く訴えていく、あるいは国会議員にも働きかけていく、あのそのようなことが必要なのではないかというふうに思っています。まあ、最初に喋りすぎてもまたあれなので、まあ、人も集まってきましたし、まあ、自衛隊琉球この島々への、自衛隊配備に反対する、そういうスペースコールちょっと全体で上げていきたいと思います。あのよろしいですか、ぜひ声上げていきましょう。スプレーヒコール日本軍の沖縄戦での虐殺を忘れないぞ、日本軍の住民虐殺を忘れないぞ、自衛隊配備で沖縄戦を繰り返すな、自衛隊配備で沖縄戦を繰り返すな、琉球の島々に自衛隊はいらない、宮古島に自衛隊基地を作るな、石垣島に自衛隊基地を作るな、奄美大島に自衛隊基地を作るな、与那国島の自衛隊基地を撤去しろ、沖縄島の自衛隊基地を撤去しろ、琉球湖に自衛隊はいらない、琉球湖に自衛
米軍基地も自衛隊基地もいらない。オスプレイの佐賀配備反対。オスプレイの佐賀配備反対。水陸機動団はいらない。日本版海兵隊はいらない。侵略の基地はいらない。侵略の基地はいらない。武器の購入をやめろ。イージスアショアはいらない。イージスアショアはいらない。ミサイル配備をやめろ。ミサイル配備をやめろ。軍事費を災害対策に回せ。軍事費を災害対策に回せ。軍事費を福祉に回せ。軍事費を福祉に回せ。自衛隊優先社会反対。軍事優先社会反対。安保優先社会反対。戦争より福祉だ。軍事より福祉だ。自衛隊基地を作るな。辺野古に基地を作るな。すべての基地を撤去するぞ。すべての基地を撤去するぞ。東アジアの平和のために基地を撤去するぞ。アジアの人々と平和を作ろう。東アジアの平和を作ろう。自衛隊配備反対。自衛隊配備反対。じゃあ、まあ、なるべく短く主催から、まあ、今日の行動の位置づけということで続き言っていきたいと思うのですが、つい先日か8月31日だったと思うの、ですが、防衛省の来年度の、概算予算概算要求というものが出まして、この金額皆さんご存知ですか。どれぐらいか、どれぐらいだと思います。若い人います、まあ、いきなりクイズでどれぐらいでしょう。すいません、ちょっと予測がつきません。勘でいいですよ。勘で1兆円ぐらい。ちょっと聞いてみましょうか。分かる方います。防衛省の来年の概算要求5兆3000円。素晴らしい。さすが。そうです、今お答えいただいた通り、僕もワンチョコ金のやつをね、そんな覚えてないんですけど、来年度の、防衛省概算要求5兆2986億円。そのようなもう天文学的な、なんていうの予算を今防衛省が要求しています。そしてその、まあ、いろいろ説明が書かれているわけですが、この予算要求の最大の口実が東証防衛、要するに琉球の伊東の島々を、ね、亡国の脅威から守るための予算として、今そういう概算要求が出されています。まあ、このうち離島での自衛隊配備のための金額が194億円、宮古島だけで42億円。 で、まあ、でもこの予算がどこに行くかと言いますと、それはアメリカの武器産業だったり日本の武器産業だったりで、基地作る際には、まあ、ほとんど
日本のゼネコン、辺野古の日本のゼネコンが中心になって、まあ、地元の中小の土建屋がなんとかそのおぼこれを授かれればいいなぐらい の話なんだと思います。まあ、本当に軍需産業のための予算、として、この5兆2986億円というものが要求されています。でこれもまあつい2日前ぐらいニュース流れててご存知かと思いますが、まあ、アメリカからイージス・アショアとか F 何でしたっけ、ステルス F35A ステルスってやつか、まあ、そういうものを購入するために、まあ、アメリカから、ローンを組んで購入していると。しかしその利子がもう3兆円に達している、そのようなことが報道されています。あるいはその今何当初防衛のための、まあ、どういうものか僕よく分かんないんですけど、高速滑空弾というものを新たに開発すると。でその研究費用として138億円、そのような金額も計上されています。この研究費用といっても、ね、どこに配られる費用かといいますと、それはもちろん三菱とかあのような軍需産業に行くのがほとんどでしょう。でそういう、ね、軍需産業をファーストのためにこの琉球湖の島々を踏みつけ犠牲にして、新たに軍事化しようとしている、それがもう今行われている自衛隊配備だということも確認しなければならないというふうに思います。そして、まあ、そのような当初防衛というふうに言われてのためとか中国の脅威がとか言われている自衛隊配備ですが、まあ、これは例えば自衛隊配備に反対する陣営の人もたまに言ってて、まあ、間違いとは言わないんですけど、これは沖縄本島の米軍基地を守る、中国から守るためにまず離島での、防波堤役としてその石垣島や宮古島に自衛隊基地を作ろうとしているんだ、この作戦って何て言うんでしたっけ、シーバトル、詳しい人どっか行っちゃったまあ、シーなんとかバトル作戦というふうに言われていますけど、まあ、間違いとは言わないんですが、僕はやっぱりちょっと違うと思ってます。もっと、なんていうのかな、とんがった理由があると思っています。それはなぜ沖縄に米軍基地があるのかを考えれば、それはもう誰もがご存知の通り、ね、アジアから太平洋、中東までを睨むことができる拠点的、戦略的拠点として、まあ、沖縄の米軍基地があったように、石垣島や宮古島、与那国奄美に、アジアを睨み、やっぱり太平洋、中東を睨む侵略の前線基地として自衛隊の基地が作られようとしている、このことをまずやっぱり第一に据えなければならない、そういうふうに思っています。そしてこの自衛隊新基地建設と並んで、今年の春に日本版海兵隊といわれる水陸機動団が新設されて、それが、まあ、長崎に配置されて、まあ、いつでも離島に行けるようにしている。そしてそのためには佐賀にオスプレイ、陸自がオスプレイを購入する、長距離、高速移動の可能なオスプレイを、まあ、佐賀に置いて、まあ、佐賀、長崎、沖縄本島、そして、まあ、奄美から、先島の方まで、まあ、リカバーして、まあ、いつでも、まあまあ、アジアから中東、アフリカまで行けるようにする、そういう対象のためにこの自衛隊配備があるということをやはり確認する必要があるのではないかというふうに思っています。つい先日もソマリアの、海賊対策と称して、まあ、沖縄の那覇から航空自衛隊の、P3C 対潜哨戒機ってやつですね、あれが今飛んでいるわけです。もうつい、ね、この今、ね、この今現在の対潜においても沖縄本島の自衛隊基地が海岸派兵の前線基地として利用されている、まあ、こういうことがあまり、なんていうのかな、語られていないのですが、まあね、ちょっとそういう観点からもちょっと運動を強めていく必要があるのではないかなというふうに思っています。まあ、宮古島、石垣島、奄美などの、まあ、個別で何が起こっているかというのは、まあ、ちょっといろんな発言なりをいただく、ところでちょっと明らかにしていければと思います。まあ、今日は、まあ、宮古島の住民
の会の方が、住民の会が作ったあの宮古島で基地がどのように基地が作られようとしているか、ちょっとそういうカラーのチラシを配らせてもらっているのですが、もうそれを見るとあの宮古島だけでもね、基地を2カ所も3カ所もあるいは海岸をあの上陸強襲部隊 の, あの拠点にする、あるいはあの海上保安庁の射撃訓練場なども含めて、もうこれ以上はないというぐらいもう島全体があの軍事化されようとしていることがそのチラシを見れば分かると思います。まあ、与那国島もね、あの小さな島にあの巨大な基地が作られ、そして奄美大島も、ね、数百人規模、まあ、合わせて600人強ぐらいだったかな の, あの自衛隊基地を、ね、南北に2カ所も作る、そのようにあの、ね、琉球港全体を網羅して、もう沖縄だけじゃなくて南西諸島全体を軍事化する、まあ、そのようなことを、やはり反対することを現地の人々だけに任せるというかさせるというか、ね、それだけでやっぱり絶対良くないわけで、それはあの日本の政府がやろうとしていることは、ね、この東京で反対していかなければならない、まあ、そういうふうに考えて私たちはあの行動をあの積み重ねています。まあ、今日もう結構、ね、思ったより参加者の方が多くて僕は嬉しいのですが、まあ、やはりあのいろんな学習会もこの自衛隊配備問題で各地で開かれるようになっています。まあ、そして、まあ、辺野古の基地に反対とともにこの自衛隊配備反対の運動、やはりね、本当にもっと広げる、まあ、努力もしていかなければならなくて、まあ、なかなか僕も時間もなくて、ね、すごく難しいんですが、まあ、やはりで皆さんの地元でも何とかどういうふうにやっていくのか考えていただければというふうに思っています。まあ、その上でやはり政府に向かう行動というものをやはり積み重ねていければというふうに思います。まあ主催からは以上です。あの共に頑張りましょう。どうもみさんお疲れ様です。そうですね、まあ自分はまあつい最近またまあ宮古に行ってきたんですが、まあ、それとそれの話をすると、まあそうですね、まあ、宮古島に関しては、まあ、千代田に、今、自衛隊基地を作って、まあ、来年3月に、まあ、一応、まあ、完成ということになってます。ただまあ現地のまあ工場とか見てると、まあ、2020年3月までとか普通に書いてあるんで、まあ、おそらくまあ与那国方式というか、まあ、ある程度作ってそこで、まあ、とりあえず完成と称して、式典をやって、まあ、住民向けの、まあ、そういうアピールをするというふうになるんだろうなというふうに、思います。で、まあ、宮古に関しては、また最近つい最近、またボラに、まあ、弾薬庫ということで、まあ、そこをまた自衛隊基地にするという話が出てますと。で、そこに関して言うと、まあそのまあ、今、ボラで自衛隊基地の候補地と上がっている場所は、まあ、なんと自衛隊、まあ、宮古の自衛隊の関係者というところで、まあ、まさしくまあ利益誘導、まあ、もろに、やっていると、そういった状況です。で、まあ、地権者もまあ 同意する、見込みというふうな記事が、出ています。でボラの方は2020年3月というふうになっています。まあ、千代田で、まあ、今工事が進んでいる千代田に関して言うと、あそこは1年前は、普通のまだゴルフ場だったんですが、まあ9月に、買収が終わって10月から工事スタートというふうになり、まあこの1年で、まあ、大きく変わりました。まあ、1年前は、ゴルフ場として、まあ、芝が生い茂ったんですが、今その姿は見るか後も形もなくて、もう自衛隊基地の建設が、最終局面というか、まあ、急ピッチで本当に住んでいて、建物も、コンクリート造りの建物が、できているというような、状態にまで、なっています。私は何度か、宮古に行ってるんですが、もう本当に早いです。できるのが見るたびにもう本当に大きく変わっている、そんな感じです。そして、まあそうですね、まあ、今
沖縄は、県知事選のムードで、盛り上がっているんですが、ちょっと新聞を見て、ちょっと自分でと思うところがあった、コメントがあったので、ちょっと、ここで、紹介させてもらいます。まあ、宮古毎日新聞に載っていた、それによると、まあ、建設業、都市系の建設業者の方の声という話だったんですが、宮古島では、辺野古は争点ではないと、そして宮古島は今、非常に、まあ、自衛隊基地の建設しかり、あとホテル建設などで、非常に景気がいいです。なので、県知事選に、まあ、特に行く必要、まあ、盛り上がらないというふうなコメントが載っていました。まあ、本当に、まあ、沖縄県知事選の裏というか辺野古の裏というか、そういったところで、まあ、オール沖縄も、まあ、正直言って離島に対しては、まあ、そこまで、まあ、自衛隊問題、まあ、尾長知事昔、直接、自衛隊基地も反対してくださいと言われて問われ、その場で、まあ、きちんと、答えることができなかった。そしてまた今、オール沖縄の候補として挙げられている玉城デニー氏も、自衛隊問題について問われると、住民の理解を得た上で進めてほしいと述べるにとどまり、自衛隊基地に反対できない、明確な反対を打ち出すことができないというふうな状況になっています。それを踏まえた上での、この宮古の方のコメントだなというふうに、思っています。まあ、沖縄はやはり、沖縄本島が中心であるというふうに、感じています。そしてそれは、内地の運動についても、同様だなというふうに、常日頃感じています。私はいつも、訴えています。なぜ辺野古をタイトルから外すことができないのかというふうに、訴えています。沖縄の基地問題というのは、辺野古だけではありません。栄とか、まあ、ありますが、高江は、なんとか、まあ、若干メジャーになりつつありましたが、その他にも、まあ、自衛隊問題しかり、まあ、あと伊江島やら、あと、まあ、浦添軍港なり、本当にいろんな基地問題が、存在しています。しかし、オール沖縄が、強く前面に、辺野古新基地反対を、押し出していることもあり、それに引きずられるような形で、内地の運動も、まあ、辺野古新基地反対ばかりが、目立つのではないかというふうに、感じています。なぜ、沖縄の軍事化反対というふうなタイトルに変えられないのかというふうに思います。別に辺野古が、タイトルに入れる必要はないというふうに自分は思っています。そういった、まあ、離島の扱いというものについて、ぜひとも、考えていただきたいというふうに、感じています。県知事選が30日ですが、今週末、沖縄統一地方選があり、与那国町議と、石垣市議選挙が、あります。まあ、石垣は、市長が、配備受け入れと表明した直後で、まあ、厳しい状況ではありますが、なんとか頑張っていただきたいというふうに思っています。で、与那国に関して、まあ、自分には言えないんですが、やっぱり、まあ、配備されてしまった、その状況で迎える、また、選挙であり、まあ、そして与那国には、なんと、町民が1500人、およそ1500人で、そのうち200名が自衛隊と自衛隊票というふうに、言われています。その状況の中でも、頑張ってる自衛隊配備の反対に向けて頑張ってる方々もいらっしゃいますし、ぜひとも、離島の方に、もっと目を向けていただきたいなというふうに、思っております。まあ、今かなり、まあ、その、まあ、女は知事追悼ムードというのが広まっていますが、まあ、やはり、まあ、内地は、まあ、それに頼らずというのも変ですが、まあ、やはり、まあ、そもそも
小長知事は、まあ、本土が今までこうしてきたからほとんど、まあ、ああいうふうになったということであって、まあ、やっぱ本土の方が利用していいものではないというふうに思っています。大野沖縄だとか、小長知事の意思だとか、そういうものは関係なしに、内地は内地で独自の運動を、構築していくべきだというふうに、思っています。それをやはり、まあ、沖縄に対する、まあ、歴史的なものとか踏まえた上できちんと、まあ、自分もいろいろ学ばないといけないところはありますが、そういった歴史を踏まえた上で、きちんと、まあ、沖縄を、踏みつけない形での運動、また離島を踏みつけない形での運動というものをぜひとも、お願いしたいというふうに、思っています。まあ、県知事選ありますが、その後も、まあ、折れることなく、まあ、まあ、首相を変えることなく、自衛隊部反対、そして米軍基地反対ということを訴え続けていきましょう。以上です。どうもありがとうございます。まあ、私たちの行動、今回で、まあ、一昨年から始めて14回目、15回目、それぐらいになります。まあ、あまりね、20人から30人、まあ、一番多くて80人という時もあったんですが、まあ、やはりあまり大きい行動とは言えないのですが、まあ、それでもしかし、僕あたりがなんかが、宮古島行った時はやっぱりこの行動のことを結構その反対してる人々をよく知っていて、まあ、なんていうのかな、やはりどんな小規模な行動でも、やっぱりやる意味、意義というものはあるんだなというふうに感じています。それはやっぱりね、少ないから力がないんじゃなくて、まあ、たとえ少数でもつながろうとするというそういう努力が必要なんじゃないかというふうに思っています。まあ、そのほか例えば石垣島とか奄美大島最近行ったみたいな方おられますか？ぜひなんか、レポートなり報告なりというか、そういう方おられましたら。まあ、宮古島の状況今語っていただきましたが、まあ、石垣島でも最近中山市長が、自衛隊基地の受け入れというものを表明して、選挙の公約になかったじゃないかというような記者のツッコミに対しては、私は金がね、自衛隊は容認はしているというような、まあ、そういう詭弁を露して、まあ、石垣そのいわゆる4地区の反対というものが表明されていますが、まあ、それを踏みにじって強行されようとしています。まあ、それに対して、まあ、次の市議選なり、あるいは、石垣島の人々が、まあ、なんていうかな、どういうふうに、反対運動を作っていけるのかというような段階にあるのだと思います。まあ、そして、まあ、ちょっと先ほども触れましたけど、奄美大島ではその名瀬市の大熊町だったかな、大熊町でいいのかな、まあ、旧ゴルフ場のところで、まあ、工事も非常に進んでいて、あるいはもっと南部にある瀬戸内町、かつて戦前の日本陸軍の司令部があった場所と、まあ、ほぼ同じ場所に、まあ、また自衛隊の巨大基地を作る、まあ、この工事もずいぶん進んでいて、奄美のクロウサギ、現時代から変わらないその貴重動物の奄美のクロウサギ、がもう本当に何ていうのかなって、まあ、でもこれ、その奄美クロウサギが一体どうなっているのか、そういうものも防衛省をちゃんと調べろというような要求に対しても無視を決め込んでいる。まあ、そして、まあ、当然赤土の流出も続き、あるいは辺野古の埋め立てのための掘削も奄美大島で行われているから、もう本当に基地のためにあちこちその、ね、穴ぼこだらけ、もう巨大な穴ぼこだらけにされている、そういう状況になっているんだと思います。まあ、またちょっと発言、ちょっとなんていうかな、もし何かありましたらと思うんですが、よろしくお願いします。結集された皆様、ご苦労様でございます。今、沖縄へ、辺野古等に全国の、機動隊が派遣をされている有識状態が続いております。私たちはその中、今でもあくまでつながりを
継続しており、今後とも皆様の今回の沖縄県知事選はじめ、これからも辺野古への土砂投入に、あくまで、抗議し戦う行動への、ご協力をよろしくお願いいたしたいと思います。私も、4月の、終わりに500人結集の行動で、行ってまいりました。辺野古の現地の方に、火曜日の、昼に入りました。それから座り込みを開始し、水曜日の午後になるまでは至って混乱などは、ありませんでしたが、突然強制排除が始まり、私たちがそれに抗議し、また次の、座り込みを始めると、それと、共に直ちに強制排除を行ってくる機動隊に対し、あくまで戦いを継続したことを報告いたします。その中で、私の、行動からも、2人の方が、不当逮捕され、名護署への抗議行動が行われました。私たちはこれからもこの沖縄の大事な珊瑚礁を、大事な大自然を守り、これまで苦しんでこられた女性の方をはじめとした騒音などに苦しむ皆様の支えにもなると気づかされた思いであります。ゲートの近くのテントでは、手に、バンドエイドなどを、貼った方や、テーピングをした方が見られました。その方たちからも私は話をじっくり聞き、無理やり持っていかれそうになった際に骨を、折られてしまった、骨折をしてしまったという方もいらっしゃいました。これからも共にこのような、機動隊の乱暴な、行為に、抗議し、あくまで戦っていきましょう。ありがとうございました。今後とも出かけたいと思います。辺野古の戦いの現場で自衛隊の配備の問題って、なんか話題になったり語られたりすることってありましたか？自衛隊というですね、もうこの機動隊が本当にもうガンガン張ってたもんですから、自衛隊の配備というのはその際にはそう見られませんでした。いやそうじゃなくて、すでに運動の中でなんかそういう話題になりましたかと。自衛隊のですね、とにかくこの基地というものの問題というものが米軍との一体化の中で行われている話もその中で出ました。どうもありがとうございました。まだ1時間ぐらいの行動として考えていて、もう何人かちょっと行動発言いただければと思いますが、またその前にまた、そうしましたらあと何人か何かありましたらというところなんですが、ありがとうございます。すいません、よろしければ。ありがとうございます。はい、大丈夫です。皆さんどうもお疲れ様です。
すいません。なんかいつも自分こうやって寒波集めてる時間に喋ってる気がするんですけど、あの恐れ入ります、すいません、もしよろしければ寒波など活動に生かしてまいりたいと。結局今日のテーマ、ありがとうございます、すいません恐れ入ります、南西諸島に自衛隊を配備すべきか否かという問題だと思いますが、それは同時に自衛隊をこれ以上必要なのかどうかという問題でもあると思います。もうご存知と思いますが、自衛隊はなんとなく自分の国を守るためにできた組織ではありません。警察予備隊の時から、兵の時からはっきりしていますが、これは明らかに冷戦体制の中で生まれたものです。つまり冷戦の中で片方の側の軍事組織のその一つの末端として生まれたものです。そして今東アジアの冷戦が終わるかもしれない、少なくとも大きく変わります。これが変わるのを誰も止めることはもうできないでしょう。その中でこの日本は冷戦以後の東アジアに向かっていくのか、それとも今までのようにこの冷戦体制下に踏みとどまろうとするのか、そういう問題と南西諸島に自衛隊を配備する配備しないの問題、イージス・アショアを秋田に配備する配備しないの問題、そしてさらに昨日今日の地震の問題で関心が高まっていますが、自衛隊を冷戦の中で生まれた自衛隊をこのまま引っ張っていくのか、そして拡大していくのか、それとももう冷戦で生まれた自衛隊というあり方はもうやめにして、災害救援組織に根本的に再編するのか、それとも今までのように軍事用の服を着せて軍事組織として存続させるのか、それが問われてるんだと思います。でここにお集まりの皆さんも当然そうだと思いますが、もう今までの自衛隊はいらない、冷戦で生まれた自衛隊はもう終わっていい、あの今20万人もいます自衛隊は、その組織をまさに今必要なのは災害救援組織じゃないんですか。その20万人を全員クビにしろと僕も今言いません。少なくとも今災害救援組織に再編成すべきではないでしょうか。そうだ、そのように訴えていきましょう。以上です。どうもありがとうございます。続けてアピール発言いただいていこうと思うんですが、どうしよう。アジア太平洋戦争時の最高権力者は誰ですか。アジア太平洋戦争時の最高責任者は博仁でした。博仁はアジア太平洋戦争の責任がありますか。このような人物が戦争責任言われて辛いと被害者ぶることを許せますか。許せない。朝鮮半島を分断したのはどこの国ですか。アメリカとソ連の冷戦だけが原因でしょうか。日米。日本の朝鮮侵略、植民地支配は関係ありませんか。平和憲法を持ちながら武器輸出して朝鮮戦争で金儲けをして戦争に加担したのはどこの国でしょうか。朝鮮戦争で米軍側はどこの国の基地から攻撃しましたか。平和憲法を持ちながらベトナム戦争で金儲けした国はどこでしょうか。ベトナム戦争で米軍側は
どこの国の基地から攻撃しましたか。平和憲法を持ちながらイラク戦争に派兵した国はどこでしょうか。平和憲法を持ちながら南スーダンに派兵した国はどこでしょうか。平和偽装国家じゃないですか。こんな国に愛国心を持っても大丈夫でしょうか。日本の平和ブランドは存在しますか。社会を良くするためには証拠に基づく歴史に向き合い、過ちを反省し、冷静かつ論理的な思考をしていく必要があると思います。平和を祈れば戦争を止められますか。大川隆法や池田対策が全国津々浦々に信者獲得のために出かけていって、その度に警察を大規模動員して血税を使ったらどうでしょうか。無責任軍事国家の象徴昭仁だったら大丈夫ですか。人民根性を育てに行くんだろう。怒りの声を抑圧しに行くんだろう。ドイツの選手と国際交流のスポーツ試合をやるとします。もしドイツの選手の応援団がみんな鍵十字の旗を振っていたらどうでしょうか。では日本選手の応援に日の丸が使われることは大丈夫でしょうか。侵略の旗をスポーツの試合で振ることは許されるでしょうか。アメリカは世界の警察ですか、それとも世界の暴力団ですか。日本は世界の警察の子分ですか、それとも世界の暴力団の共犯者ですか。被害者だ、被害者だ。日本の帝国主義はなくした方がいいですか。そうだ。天皇制と共和制どちらがいいですか。人間主義。国会議員は衆参合わせて707人います。そのうち信用できる議員は何人いますか。TPP も押し付けだ。議会制民主主義と直接民主主義どちらがいいですか。多数決で少数派を犠牲にしてもいいですか。絶対ダメです。人権侵害を許さないぞ。人権意識の向上が大切だと思います。権力に憲法を守らせなければなりません。天皇制を残したまま人権意識を向上させることができますか。いらない。天皇制があったらいつまでたっても意味不明な先民意識にとらわれてアジアに対する差別意識を捨てられないんじゃないんですか。それではちょっと国会に向かってシブリヒコールというかちょっと叫んでみたいと思います。東アジアの日本はアメリカに被害届を出せ。東アジアの平和を壊す日米安保廃止しよう。米軍はアメリカに帰れ。憲法9条戦争放棄。自衛隊は存在してはならない。全ての武器を捨てろ。世界中全ての軍隊は不要だ。自衛隊を廃止して災害救助専門隊を作りなさい。災害救助専門隊を作りなさい。自衛官は軍事訓練をやめて災害救助活動に専念しよう。武装して他国に行くのを許さないぞ。現地の自衛隊基地を撤去しろ。現地で軍事活動やめろ。南西諸島すべての島々の軍事基地を撤去しろ。軍事基地は世界の人々にとっても周辺住民にとっても危険だ。全基地撤去しろ。資源略奪のための派兵を許さないぞ。大企業の利益を守るための派兵を許さないぞ。ゼネコンの利益のための新基地建設を許さないぞ。沖縄本島先島奄美を平和の島々にしよう。世界中すべての人間はかけがえのない人間だ。すべての軍事攻撃をやめよう。
たちの承認国家を許さないぞ。どうもありがとうございます。まあ、重要な定義がいくつも含まれていたと思います。まあ、何より、まあ、安倍晋三、まあ、おそらく次の総裁選で、まあ、再選されると思いますが、そして29年度中には国民投票を実現させたい、改憲を実現させたい、そのようなことを表明しています。そしてその大きな柱、目玉がその自衛隊の合憲の明文化というものを安倍首相は掲げています。まあ、それに対して私たちもまたそれを阻止する運動を作っていかなければならないのですが、しかしその改憲阻止の運動、そしてこの東京首都圏における、反戦運動が、この自衛隊の問題になかなか取り組めない、あるいは自衛隊配備の問題になかなか取り組めない、そういう状況で改憲を阻止できると思いますか。思いません。宮古島の自衛隊配備を無視して会見を止められますか。止められません。奄美大島の基地建設を無視して会見を止められますか。石垣島の基地建設を無視して会見を止められますか。絶対に止めることはできないと思います。そしてね、すでに自衛隊が存在するから認めるなんて、そんな後ろ向きな考え方そのものを捨てなくちゃならなくて、先進的な憲法9条の精神をいかに実現させるか、そういう理想もののそのものの復権が必要なのだと僕は思っています。それは、ね、自衛隊配備に反対する運動というものはこの憲法9条を本当に実現させるための運動として作ってきているつもりですし、これからも作っていかなければならないと思います。そして、まあ、奄美、宮古、八重山の、人々とつながることで、自衛隊配備に反対して、そしてこの憲法改悪阻止、九条改憲阻止を本当に力ある運動として作っていかなければならないというふうに思っています。まあ、そういうこととして今後も続けていきたいと思います。まあ、そろそろ終わっていきますが、まあ、ちょっとこれだけやりたいって方いましたら、ぜひマイクをお貸ししますので、誰かおられますか。ぜひ。すいません、貴重なお時間ちょっといただいて、ちょっと私の介護の現場のことをちょっと話したいと思います。先ほど軍事費を福祉に増してくれというスローガン、皆さん掲げていただけましたが、本当に私の介護の現場で大切なことだと思っています。介護保険のお金なんですけど、今年11兆円、あるということで言われてるんですけども、それでも、実際現場では全く、足りない、十分な介護福祉受けられない方が大勢います。その中で、今5兆円ほど自衛隊にお金、軍事費につぎ込まれるということに衝撃を受けました。5兆円のつぎ込まれたらどれだけの人が助かるかということを、ものすごく痛感しています。介護保険制度なんでちょっと話はそれてしまうんですけれども、この制度はそもそも福祉制度が破綻して市場原理に、依拠する、資本主義に依拠するという、考え方に基づいて、そういう状況が前提になって行われています。そうした福祉が非常に危ないという状況を、おそらく権力の人は分かっているにもかかわらず、軍事費の方に、あえてつぎ込む、緊張を高めようとするという考えが出ていることを非常に憂慮しております。私の会社なんですけれども、介護の仕事をしているんですが、外国の方を、受け入れる、現場で働いていくということを進めようとしているそうです。今の日本の実情で、労働環境で、外国の方を差別するような状況で本当に大丈夫かと思うんですけれども、非常にアジアの方から、日本の方に働きたいというふうに、希望されている方が、大変いらっしゃいます。その中では今いろいろと軍事的緊張が、高まっている地域であるベトナムからも来ている方が、これから来る方がいらっしゃると聞いています。今日本の琉球港の軍事の配備のことを話していたんですが、日本の自衛隊は、アメリカ軍と一体になって行動しているんですが、米軍の、軍事の配備は、
琉球湖から台湾、フィリピンの方にかけてさらに広い範囲でも考えて視野を入れています。そうなりますと多くのアジアの人民の方々がそうした大国あるいは支配層の影響によって非常に軍事的緊張に巻き込まれる、友好関係を築く機会を非常に損なわれるという、ことを、問題になっています。非常に私の介護の現場と、福祉、平和というのは非常に密接に、なっているので、今後もこうした運動に参加して、考えていきたいと思っています。今日本に必要なのは先ほど愛国心ということも出てきたんですけれども国際主義、国際連帯だと思います。アジアの、抑圧されている方々、働いている方々同士で一緒になっていくことによって軍事的緊張を和らげる平和を、公正的に前面出て、人民が獲得していく、そういうスタンスが、これからの、アジアの情勢、世界情勢で、さらに必要になっていくのではないかと思って、今回、考えさせていただきました。皆様、時間いただきましてありがとうございます。私の方からは以上になります。どうもありがとうございます。いやもう本当に会見阻止するために自衛隊配備に反対しなければならないと言いましたけど、もっと言えばやっぱり東アジアの平和の実現のためにこの自衛隊配備に反対しなければならないし阻止しなければならない、そういうふうに思っています。朝鮮半島の雪解けの情勢の中で自衛隊だけが、まあ、だけってこともないかもしれないですけど、まあ、突出してその軍事的にまあさらに膨張しようとしている、そういうアジアの平和に敵対しようとしている、そういう動きそのものに反対しなければならないし、その一環としてこの自衛隊新基地建設、自衛隊配備に反対していくことが必要なのだと思っています。まあ、また次の行動、そして次の行動なのですが、まだ具体的な日にちまで決めてないんですけど、考えているのは毎年10月か11月に自衛隊が奄美大島で行っている鎮西演習というのがありまして、鎮圧の地に西ですね。で、ま、それで平成の年度で去年だったら鎮西29、一昨年だったら鎮西28、今年やるとすれば鎮西30になると思うんですけど、まあ、この訓練が上陸強襲訓練から、そして自衛隊が迷彩服のまま市街地を封鎖する、そういう訓練を、まあ、この奄美大島で、まあ、ここのところ毎年行っていて、まあ、それを行っているのはこの奄美大島と、まあ、対馬で行っているようなのですが、まあ、この辺りに合わせてやるのか、ちょっと先ほどその配備反対アクションのツイッターアカウントの方流したのですが、10月後半ぐらいに、ハワイだったかな、その日米両軍の演習として、当初防衛訓練、そして強襲訓練、上陸強襲訓練を、自衛隊と米軍の海兵隊で合同で行うというようなこともあって、まあ、この鎮西演習と連動してやるのかどうかちょっとまだ情報が取れないのですが、まあ、この自衛隊の動きに合わせて、まあ、やはりあと奄美大島をテーマにしたちょっと行動というものも必要かなというふうにも思っていまして、まあ、その10月終わりから11月ぐらいのどこかで、まあ、ちょっと次の行動をやろうと思っています。まあ、ぜひツイッターなりあるいはレーバーネットチラシなりでチェックしていただければというふうに思います。また共に声を上げていきましょう。そうしましたら、まあ、じゃあ最後に、ね、政府に対して自衛隊配備反対の声を上げていきたいと思います。よろしいですか。よろしくお願いします。シュプレヒコール、沖縄戦を繰り返す自衛隊配備反対、琉球を再び踏みにじる自衛隊配備反対、琉球の自然を破壊する自衛隊配備反対、琉球の人々の生活を破壊する自衛隊配備反対、生活破壊の自衛隊配備反対、環境破壊の自衛隊配備反対、もう沖縄に日本軍はいらない、もう沖縄
虐殺を忘れないぞ。日本軍の住民虐殺を忘れないぞ。自衛隊配備反対。自衛隊配備反対。与那国島の自衛隊基地を撤去しろ。沖縄島の自衛隊基地を撤去しろ。沖縄島の自衛隊基地を撤去しろ。宮古島の自衛隊新基地を作るな。宮古島に自衛隊新基地を作るな。石垣島に自衛隊新基地を作るな。石垣島に自衛隊新基地を作るな。奄美大島に自衛隊新基地を作るな。奄美大島に自衛隊新基地を作るな。陸自のオスプレイ佐賀配備反対。オスプレイ佐賀配備反対。水陸機動団はいらない。殴り込み部隊はいらない。自衛隊配備は侵略の基地作りだ。自衛隊配備は侵略の基地作りだ。自衛隊そのものがいらない。自衛隊を災害救助隊にしろ。自衛隊を災害救助隊にしろ。災害救助用のユニフォームを作れ。災害救助用のユニフォームを作れ。自衛隊を災害救助隊にしろ。軍事優先社会反対。自衛隊優先社会反対。自衛隊配備を止めて会見を止めよう。自衛隊配備を止めて東アジアの平和を作ろう。暑い中どうもありがとうございました。また共に声を上げていきましょう。今日はここで解散します。お疲れ様でした。